皆ささんんまままししておおめででとうございますおじいさんですすじ突然白手袋になりました結構ねあの爪切ってるんですけどねあまり深爪するのが得意じゃなくてちょっと伸びてるやつでもちょっとね自分でも動画見てて汚らしいなと思ったんでちょっと手袋してみたんですがこれはこれでちょっと <laughs> 気持ち悪いかな <laughs> ちょっと採用するかは、えー、今後決めますはい。 えーですねあの前回とうとうかなり長くねレビューしてきたんですがちょっとね言い忘れてることが何個かったんで先お伝えしておきますはいえっとですねこちらの上ですねあのこちら usbc の口ですね rg 350と、えー、同じですはいこちら2つありますけど、えー ミオマックスのは1つですね。で、こちらもね、あのー、箱にあのケーブルがついてきますので、ケーブルだけですけどね、あのー、そちら付属品のちょっと説明も、えー、なかったんで、ちょっとしとこうかなと思って、はい。なんで、充電はパソコンにつけても充電できますし、あのそのそコンセントの先を持ってる人やったら、変換なりケーブル使えば、えー、こちらで充電することができます。これがまずちょっと言い忘れてたことですね。はい。 えー、それでは、えー、プレイしていきましょうか。今日はちょっとね、画面ですね。えっ、ー、と、また個別のエミュレーターの起動動画、説明動画っていうのは、まあ、RG350 と一緒なんですけどね。またそれは別途一個一個説明していこうと思います。それだけでね、あのうちのサイト来る人もいるかもしれないので、も、ま、し、あ、初心者の方やとね、あれ、RG350 は言ってんのに、ミオマックスないのかなって言ったらね、同じなんですけど、一応これ用にもまた説明は重複しますけど、しておこうかなと、また次回以降ね、えー、やろうと思います。はい。それでは電源を入れていきましょう。 えー、こちらを、えー、押します。電源ボタンこちらですねこちらを軽く押します。えー、こちらのちょっとねカスタムファームウェアも入れてるんですけど、こちらの説明もまた、えー、今後していこうと思います。はいで、えーま、これのねミオマックスだけの動画で先ほど言った通り来た人もいると思うので、簡単に説明しておきます。簡単な基本説明ですね、今回操作方法と説明しておこうと思います。はい えこちら、画面、トップ画面、ちょっとね、あのカスタムファームウェアを入れてる入れてないで、画面がなんとなく違うと思うんですが、えー、基本は一緒です。こちらがセクションと呼ばれる場所で、大きいジャンルですね。こちらがアプリケーション。はい、ちょっと <laughs> あのタイムアウトが早いですね。ごめんなさいね。えー、こちらがアプリケーションになります。えー、こちらがファイルマネージャーソフト等が入っていますね。他のやつは、まあ、使わないですわ。はい。で、えー、こちら、LR で、えー、セクションを変えることができます。 で、次はエミュレーターですね。ファミコンのエミュレーター。もうこちらがみんなの遊ぶメインになると思います。で、またこちら、R を押すと、次はゲームですね。エミュレーターじゃなくゲームそのものが、えー、入れることができます。OPK ファイルのゲームも入れることができます。今僕あんましないんで全部消してアルカノイドだけ入れています。はい。で、このように L、R、R を押していくと、こういううにセクションが変わって、それぞれの、えー、ジャンルの アプリが出てきますます、あ、簡単に言うと、えー、そうですね果物野菜お肉とかでセクション分けしてその中に、えー、例えば、えー、鹿肉牛肉豚肉とかセクション大きいジャンルとその中のアプリっていう分かれ方で、えー、こちらが管理されているので非常に分かりやすいですねでこの「セッティング」っていうところですねちなみにこちら L を押すと逆方向にも回りますで R が右方向 L が左方向に回ることができますんで覚えておいてください でですね、あのこちらのセッティング、えっとね、電源切るときにあ,のあまり知らない人だとこちらを長押しして電源ボタンを長押しして、えー、電源を落としてしまいがちなんですがそれをするとちょっと本体がバグってしまうことがあります。こちらは強制終了ののやり方なので、 あのどうしても何かフリーズして、えー、エミュレーター等でねやっぱフリーズって本当にたまにね起こるのでその場合はこちらを強制終了する以外普通に正常に動いているときは、えー、こちらのパワーオフというアプリを、えー、起動させてこちらが電源を切るアプリになってますんでこちらで決定を押すとこのようにパワーオフしますねと出た後ほどなくして画面が消えて電源が落ちますはいこれが基本的なシャットダウンパソコンのシャットダウンこちらの MIOMAX のシャットダウンの仕方なので覚えておいてくださいどうしてもダメなときは こちら長押しで強制終了。それでもどうしても無理な場合はこちら電池電池の裏蓋を開けて電池を抜いて、ま、23分待って戻すと、えー、必ず起動し、えー、するので、えー、覚えておいてください、はい、ではちょっともう一度起動させますね起動する時は軽く押すだけで起動します電源ボタンをねはい その他再起動ですね、ロムを読み込み直したいときとか、こちらリブートを押すと、再起動ですね、パソコンでいうところの再起動ボタンになります。あと、各種セッティングのボタンは、えー、こちら、G メニューですね、G メニュー 2X っていうところを押すと、各種別の、えー、機能の設定をすることができます。はい で、また次,次回以降もね、どっかで報告すると思うんですが、えー、実はですね、この MIOMAX はじめのファームウェアが非常に不安定です。まあ、どれも一緒ですけどね。RG350 も出たばっかりの時は不安定だったし全部そうなんですが有志の方のカスタムファームウェアでかなりバージョンアップします。で、これはローグバージョンですね。RG350 でも紹介したローグバージョンが実はこの。 ミオマックス版が出て非常に安定しました。明度の、えー、変更ができたりとかシステム自体も非常に安定しましたので、えー、必ず、えー、このローグ入れることはお勧めします。非常に入れるのは簡単なのでまた次回以降どこかで紹介したいと思います。はいでですね、こういう感じで基本操作。でこちらの DinguxCMDR こちらがファイルエクスプローラーになります。はい、えー、SD カード内のデータの入れ替え。 中,えー、中にこちらに入れたものを本体 OS 側に入れたり、逆も,逆もまたできます、はい。こちらの SD カード内の、えー、データのやり取りをすることができます。はい まあもうね RG350 と違ってミオマックスの方はあはダブルスロットでねもう内蔵 SD カードもすぐ取り出せるのであの大きくこちらファイルマネージャーでねあのやり取りすることはもうこっちはこっちで抜いてこっちはこっちで抜いてって、ね、あのやり取りするのであまり使うことはないかなと思いますが一応えーこういうファイルマネージャーソフトがあるということは覚えておいてくださいはい。 それぞれ、まあ、簡単に言うとくと右左移動前移動後どっちでもいいですこっちを移動前にしてこっちを移動後にしてもいいのでそれぞれ2つどっちのファイルをどこにしますかっていうものをそれぞれ設定してこちら Y ボタン等を押すとこのようにセレクトオールメニュー画面ニューディレクトリですねフォルダをこの中で作ったりとか えまたはこのようにコピー、ムーブですね。もう Windows と一緒ですね。えー、こちらのムーブはこちらのデータを消して完全にそちらに移行する。コピーは同じものを残したままこちらに移動する。逆もまたできますので。えー、しかも間違えないようにこのようにね、この場合だと右から左、コピーこっちですねって矢印ついてたり。じゃあ逆にこっちでやると、えー、ごめんなさい。 やるとこっちからこっちにコピーするのっていうね非常に丁寧な作りになってますんで利用してください Y ボタンを押すとこのようにセカンドメニューが出てクイッとこちらを押すとえこちらのアプリを終了することができますはいこれ覚えておいてえーおくといいと思いますはいえーであとはゲームですねちょっと軽く見てみましょうかえ細かい使い方はねまたあのそれぞれの エミュレーターの説明はまた別途していこうと思います。どれぐらい動くのかなっていうのをね、えー。はい、それでは、えー、簡単に見て、えー、簡単なね、今回紹介だけしていきます。ではまずファミコンからですね。まあ非常に、何、えー、しましょうか。やっぱりスーパーマリオですかね。はい。今見てもらったとおりあの上、上下でもね、こうゲーム選べるんですけど、LR を押すと一マスずつ飛ぶことができるので、えー、非常に便利です。 まあこのように、えー、マリオ動きますねスタートしますこちらでもね動くようになってますちょっと音量上げますこのようにね非常にシンプルに え前回言ってた通り、十字キー、何か効かないっていうね、聞きにくいってあったけど、ゲームには支障内容っていうのを見てもらったらわかると思います。押しっぱなしの途中で、このようにね、入力が切れることはありません。ずーっと入力入っぱなしですよね。こういうことです。問題は特にないです。今十字キーで操作してますけど、横が、マリオが止まることないですよね。つまりずーっと入力は聞き続けるということです。はい。 連続押しの時にたまに途切れるというレベルなので特に大きな問題ではないと思ってます。で、こちら分かりやすいですね。このメニューボタンを押すとすぐメニューが出る。これはもう初心者の方にはね、非常に分かりやすくて助かると思います。はい。で、えー、メニューからね、ゲーム終了すると、あれ、ホーム画面戻らないよっていう、こちらねいや、一番初めにファミコンモードにした場合にはまだファミコンモードになってますので、スタートを押してください。 スタートを押すとホーム画面に戻ることができます。FBA とか豆以外は基本この、えー、ジューム状になるので必ず焦らずにスタートボタンを押してください。はい。はい。それではちょっとメガドライブですね。やっていきましょう。まあこのね、なんでピコドライブが2つあるのかっていうのはまたちょっとね、別の動画で説明します。